きくなってる。そうだね。消化。違うよ、トーリさん。あれ、あれ。マジで？すごい。すごい！京介！あ、まただ。
てた？京介ちゃんにビビったんだよ、きっと。うわぁ、すごいね、ほんと。やっぱりお兄ちゃんだよね。私の兄貴、何しに来たんだ？なんか手招きしてるみたいだけど。ただの、いや、逃げよう。京介、
無事。京介はよかった。うん、そうかな、そうかな。どっちにしろ妹が死ぬことはないよ。そんなことは僕はしない。実を言うと虫だって殺したことはなかった。言ってるだろ、これは手段なんだって。そうそう、喜ばせてやりたいと思っていたんだよ、ずっと。これは果たせなかったそれの代償行為だ。現実になっても構いやしないけどね。警察を呼ぼうか。この頃はまだ携帯を持っていないからな。そう、事件は母さんが担当することになるかもしれないよ。何せ母さんは優秀な警察官だから。あ、そう。よく分かってくれたね、京介くん。そうか、だから僕たちの夢は重なったのかもしれないな。だってそうだろ、母さんは警察の仕事が何よりも大事だったんだ。僕よりも通りよりも。最初の離婚にだって少なからず影響を与えているはずだ。初日だけね。せめてもの罪滅ぼしさえそれだ。母さんだって自覚しているんだよ、失敗だったと。両立させるほどには自分は器用じゃなかったと。だから僕は母さんを喜ばせてやらないとな。そうでもしなかったら一体僕はどうなるんだ。けど現実になんかなりっこないだろ。しょうがないさ、僕はこんななんだからしょうがない。
そうかな、そうかな。おはよう。